ロマンスの生かしを見た時にすごい強い女性でありながらちょっと弱い部分がそこに見えてるのが素敵な、魅力的だなっていうふうに思っていて、私は昭和の歌謡曲とても大好きで、もう阿久悠さんの歌を歌うことができるっていうのだけでとても嬉しい。平成版のロマンスを皆さんに届けられたらいいなっていうふうに思いますし、平成の女性としてロマンスを歌いました。この歌を感じていただけたらいいなと思います。まるで